い、おはようございます。徹夜で、VRC レース戦ってました。負けました。まあ、悔しいんですけど、今日は車の話、RC カーではなくて運転する方の車ですねの話をしたいと思うんですけど、大体みんなでこう車の話ワイワイしてる時、僕ずっと黙ってることが多いんですね。なので、皆さん、僕はあまり車に興味がないだろうなと思われてると思うんですが、車は好きなんですよ。もうちょっと好きさが違うのかなと思って、あんまりこう話に入っていくことはないんですけど、僕は子供の頃にすごくポルシェが好きで、シーカーのポルシェですね。ルマンなんか戦った。とにかくシーカーが好きだったんです。シーカー以外は、どれも乗用車。公道を走る車は、別に速い必要がないと思っていたんですね。今でも思ってるんですけど、それでもね、やっぱり好きな乗用車というのはあるんで、ポルシェの911のナローもワイドもすごく好きだったんです。で、うちの父親の仕事の関係で会社にポルシェが何台かありまして、父の運転で ドライブに連れてってもらったりとかしたんですけど、まあ今となってはいい思いですね。まあまだうちの父生きてるんですけど、やっぱポルシェって、911の曲線ですよね。曲線が美しい。他の車のとどれにもないこう全てが柔らかい曲線で造形されている、そのスタイルがですね、とても好きでしたね。今でも好きです。今でもコンディションを維持できるぐらいの経済力と、置き場所と、それに対しての情熱があれば、
ぜひ欲しいんですけど、ちょっと今無理かな。それでもあのポルシェ休日大好きな車です。で僕自身は、20歳ぐらいの時だったかな。アウトビアンキっていうあのイタリア の, あの、まあ、フィアット傘下の、まあ実際フィアットが作ってるんですけどね、あのフィアット傘下のアウトビアンキのアバルトの、まあ、外見ミニみたいなあの車なんですけど、これがすごくあの気に入りまして、あの買ったんです。あのうちがですね、あのちょうどカンパチ、沿いなんで、あのそういう外国車のディーラーとか、あと中古車屋さんとか、あの結構並んでるんですよね。でまあ見てるとこう欲しくなったりして、アウトビアンキ買ったんです。まあ面白い。あのよくあのエンジン音がうんぬんっていうじゃないですか。まさにね、あのこんなちっちゃい、こんな車からこんなエンジン音がする必要があるのかっていうぐらいに、あのまあ綺麗な音がするんですよね。で、あのよくあの車雑誌なんかの方はこう官能的なサウンドとか、こうドライビングしていてうんぬんっていう表現あるんですけど、まさにね、運転してて楽しいんですよね。だけど壊れる、すごく壊れる。最初に壊れたのが、街中走っていたら、シフトがおかしいなと思ったんですね。クラッチ切れないなと。で、今の家内を横に乗せて、帰宅途中だったんで、とにかくまだ結婚する前だったんで、彼女を家に送り届けてから壊れるんだったらいいけれども、その前に壊れると、まあね、親御さんのとこへ早く返さないといけないわけで、困ったなと思いながら、なんとかこういたわりながら彼女の家まで送り届けたんですが、その後、まあからさまにクラッチ壊れまして、まあどうにもならなくなったんで、まあ JAF の方に来ていただいて、でそのまま車を買ったそのフィアット系のお店に修理に出したんですね。そしたら、まあお客さん、クラッチのつなぎ方がね、あまりお上手ではないようで、もっと丁寧にね、つながないと壊れちゃいますよって言われたんですよ。で、ああ下手なんだと、
国産車、日本車乗ってる頃はね、そんなに下手だって言われたことはないんですけど、まあ下手だって言われるなら、もっと丁寧にね、クラッチつなげるように練習しようなんて思っていたんですよ。で、一応クラッチ直って、帰ってきたんですけど、帰ってきたその日に車に乗って出かけたら、エンジンから聞いたこともないような異音がするんですね。なんとも言えない共鳴してるというか、これはもうただごとじゃないなと思って、エンジン切ってすぐ電話して、なんかエンジンからものすごい音がするんで、これただごとじゃないと思うんで、ちょっと見てくださいって言って、でまたそのまま修理に車がね、また修理工場行ったんですけど、だからお客さん、エンジン割れてますよ、エンジン割れちゃってどうする、どうなるんですかって聞いたら、エンジンってこうコーキングみたいなのでね、こうビーってやると意外と治っちゃうんですよっていう。それはさすがに治らないんじゃないかなと、ちょっと僕騙されてんじゃないかなと思って、その車、まあ残念なんですけど、まあ売却しました。でちょっとイタリア車はやっぱり難しいのかなと思いまして、他に好きだった車は、ルノーがすごく好きだったんですね。ルノーサンクターボって、ラリーなんかを走ってた、ルノーサンクをミッドシップにした、車なんですけど、これが好きでですね、なんというかこう、無理やり感、無理やり作っちゃいましたみたいな、やっつけといえばやっつけなんですけど、ラリーで速く走るためだったら何でもやっちゃうよみたいな、でこんなになっちゃったよみたいな、そういう車だったんですけど、僕はすごくその車が好きで、まあちょっとね、その買うのは無理だったんですけど、でルノーから、ルノーサンク GT ターボというですね、まあルノーサンクのターボモデルというのが発売されてまして、これルノーサンクターボとかターボ2みたいに過激な車ではなくて、ちゃんとまあ街乗りできますよっていうことでですね、買ったんです。すごくいい車だったと思うんですけど、すぐオーバーヒートするんですね。渋滞にはまるともうオーバーヒート、しょうがないっちゃしょうがないんですよね。もうラジエーターちっちゃいですし、エアコンなんかももう無理やりつけてる感じで、フランスそもそもそんなに暑くならないと、当時のルノーそんな感じだったんですね。まあ、今のルノーは
ね、もうすっごくよくできてて、いい車、もう昔もいい車ですけど、今の車本当にいいな、今欲しいなと思っちゃうんですけど、ルノーはすごく好きだったんですね。ルノーも結局のところ、ルノー産駒 GT ターボも結局のところ、普段乗るにはね、ちょっと日本では難しいなと思って、手放してしまったんですけど、その後にですね、今度、フォルクスワーゲンのゴルフ、ゴルフって、初代ゴルフからもう脈々と続いてるわけですけど、2代目のゴルフですね、がもう絶版になるよっていう頃に、日本に最後に入ってくる1台で、マニュアルで左ハンドルの車だったら1台だけあると。で、当時の右ハンドル、左ハンドルの車を右ハンドルにした車っていうのは、ペダルのワイヤーの関係とかね、あんまりそのフィーリングがよろしくなかったんですね。で、乗り比べてみたんですけど、明らかに左ハンドルの方が乗りやすいし壊れないんじゃないかなと思ったんで、左ハンドルの、マニュアルの、ゴルフを買いました。で、その車がですね、まあよくできてて、20万キロ以上乗りましたね。で、アウトビアンキ乗ってる頃に、クラッチつなぐのが下手だって言われてたんで、気をつけて乗ってたんですけど、ゴルフ のディーラーの方には、5万キロだったか7万キロだったか忘れちゃいましたけど、まあ、それぐらいでクラッチのメンテナンス、クラッチの交換は必要ですよって言われてたんですけど、気づいてみたら20何万キロまで一度もクラッチのトラブルってなかったんですよ。で、実際手放す気になったら、いや、お客さんね、すごく丁寧にクラッチつながれて大切に乗られましたねって言われたんですね。その時に初めて、あれ、僕はアウトビアンキの時に騙されちゃってたかなと思ったりしたんですけど、車はね、今軽自動車に乗ってるんですけど、好きなんですよ車、好きなんですけど、だんだんそういうことへのこう情熱みたいなのってこう冷めていっちゃって、安全に移動できればそれでいいみたいな、だんだんそうなってきちゃうんですよね。それがいいことなのか悪いことなのかわからないんですが、今の20歳ぐらいのね、子たちが一生懸命車の話してると、ああ自分にもこんな時代があったなとかね、一生懸命車のこと考えてた時代あったなって思うんですけど、でもいつかは冷めてしまう、いつかはその違う考え方になってしまうんだなと、自分がそうであったように。そのお年を召して、僕もお年を召してるんですけど、50代60代になってから、スポーツカーとかね、そういうふうに呼ばれるようなものに乗ってらっしゃる方っていうのは、
多分僕が好きな車の好きさとちょっと違うんじゃないかなっていうふうに最近思ったりするんですよね。僕はもう単なる移動手段になってしまってるんですが、今でもその運転することだったり、その、車に対しての造形美であったりね、そういうことに対して楽しみを見出してる、そういう方がね、車を一般的じゃない乗用車じゃないスポーツカーといわれるような車を買っていらっしゃるそうだと思うんですけど、どこが考え方が違うのかなっていうのがね、なかなかちょっと車好きな友達は多いんですけど、それが未だにわからないんですよね。